では様子見ていきましょう。炎症がやってきてるが、これは別にあれだな、襲ってきてるわけではないな。幸雄が変なところまでやってきている。で、幸孫さんは戻っていく。劉備だよね。あとこの高いはなんだかよく分からんけど、我々の方に来る気配はなかった。ではまた一個一個見ていきましょう。これこの場所倒すために向けておく。また馬長が来てるね。早くも多分この馬長は届かないはず。だがナイトバトル仕掛けてくる可能性もあるから、その点は気をつけないとね。まあ気をつけないとと言っても何もできないけど、襲われる可能性はゼロではない。一方この部隊もそのまま一緒に向けるか、それとも、まあ、とりあえずこのそばまで寄せておきましょう。あとは北上でいいと思う。孫権かなり疲弊したので、もう一旦待ってから。一方李寿もどういうルートで行くか、ここ最初に取っておきましょう。これで劉備の金銭面を多少なりともね減らすことができているはず。だがここ炎章船から登ってくる可能性があるから、ここにいるべきかどうか難しいね。場所をどいた方がいいかも。一方孫策はここ解散しましょう。リコールやってよそでまた出す。今リコールやったので、じゃあどの辺りっていう話になるけど、少し離れたこの場所、これ即座に行けるのかな。やっぱり1ターンは必要か。じゃあ次のターン待ってから移動させましょう。続いて孫昌浩、孫仁をどう向けるか。あとこの場所上取りに行こうと思ったけど、部隊がいるので、で今炎章の部隊目の前にいるので、なおかつこれ都市からも援軍来そうなので、これで倒しましょう。東の方を平らげていけば炎章とは同盟結べそうなんだけどね。あと今立ち上げたこの部隊、ここ敵いないから行ってしまいましょう。炎章を黄河の南からは追い払えれば、まあ、特に中原あたりから追い払えれば、あとは対応はたやすいと思うんだけど、この今の状況で和平どうなるか。マイナス39、どこかの拠点与えてでもいいので、どこら辺が良いか。これ角度が、ラーズシティは与えたくない。これ一つ与えるとなると、これで 16.6、 アイテムでご機嫌を伺った方が良いかもしれない。さて銀色4つで残り 12.5、 やっぱり拠点は1つぐらいは与えないとダメかも。となるとどの辺りを与えるかでね。ここの上の部分与えてもいいような気するけど、
まあとはいえやっぱり東側か、今取った場所、あでもここは2つ、これかフィッシュの方を与えましょう。これで 4.1 までになったので1個アイテム削って 2.6、これで 1.7、 お金くれないかどうかと思ったけど設定ができない。じゃあこれで様子見ましょう。まあ様子見ましょうというか拠点と入れ替えで、こういうとは戦いが終わってるわけではないので、今現在の状況、劉備に真ん中取られたの痛かったな。もうちょっと劉備の拠点取ってからという手もあったけど、まあいいか。でならばこういうの南側を取るべきだったかとかね、いろいろと考えはある。どうするか、孫権は移動だけでもやっときましょう。南側だが、もう目的に対して一直線に行けばいいだけなので気分的には楽になった。どうするかな。これ民中がっつり下がっているんだけど、マックスまでやってるんでね、税率を対応したいような気がするけど対応もできない。米が今足らないような状況。さて馬長が帰っていく。別に馬長の拠点全部取る必要はないので、こういう来てるね。馬長の本拠だけを取ればいいので、まあ、そこは忘れずに、もう奥へ奥へと不可侵条約結びましょう。向こうから攻めてこなければね、我々としては戦う必要がない。ではこの3部隊1セットで、奥まで行けそうな気配はある。しかもこの拠点いないね。馬長はかなり奥まで帰っていった。まず一つ取って、このあと分かれて進むかどうかなんだよね。ここら辺の周りを確保するか、それとももうせずに北西行くか。当然行ってもいいんだけど、まあ行くかせっかくだからね。取ってってもいいけど、取らなくてもなんとかなるでしょう。もしくは弱い部隊を出して取っていくか。この5詰めの部隊で周囲は制圧やっておきましょう。一方孫権、この孔侑がどのように動くか。あとはここの孔侑、今中入ったんだけど、勝てるかどうか。戦いましょうか。外におびき寄せて戦った方がいいと思うので、包囲戦やっときます。一方北東側が暇になったのかな、これによって。じゃあこの部隊は解散、出したばかりだけど1個取ってからこうはやればよかったかも。あとはこの辺りにまた孫家の武将孫策、太子寺、そして周遊で、奥まで行けば孔侑の拠点があるのでそこを取っていきましょうか。馬長がどんどんと逃げていくね。
で今おっとこれは戦わないとダメか。うん、ダメか。これ解放すると1100なんだよね、このレベル1の分際で。うん、次じゃあ倒しましょう。まずはこの場所終わらせます。こういう捕まえられるかどうか。捕まえられない。これ200しかくれないね、レベル4なのに。かわいそうに。次は郊外の方。これ北東側に行ったので、あえてもうそこ無視してここ一直線で最後行くって手も良さそう。馬長をね無視して、でその後もうまた和平とか結んでね、奥取ったんであれば、首都取ったんであればもう他はどうなってもいいはずなので。そんな感じでやるのもいいし、地味にちゃんと取っていくのもいいし。でここで郊外がなくなったか、寿命で。あと告げる人、これぐらいか。いや、あと郊外だけじゃない。これ誰だろうな、長江か、それとももう一人。いずれにしてもまさかのお亡くなりに。うん、郊外66歳、長江が67歳。ではさらに進んでいきましょうか。うん、これは左側行って、この2部隊でここを目指す。なんか進めてないね、ちょっと道が見えないんでね、暗くて。だから左側行った後に北上すれば、多分もう北何もないと思うので、そこで終わると思うから、あとは周囲を取りながらか。一方孫権の方もここ劉将軍と見合ってしまっているので身動きが取れない。そして孫将校もまだまだ兵数回復に時間がかかる。寄せててもいいかな、こっち側。もしくは今、ダメか、マイナス 6.4 までは持ってきてるんでね、まあ、可能であればもう少し痛めつけるか、もう確実にとどめさせて二度と歯向かえないようにするか。今これこの孔雄のところ行こうと思ったら、目の前に劉将軍がいるので、これは倒しましょう。でこれ倒すとなると、また時間がかかるので、回復までに少し進行に手間取っている。初段、一旦自分の拠点まで戻りましょう。うん、この孫権のところでもう一つ部隊出しましょうか。で2部隊で攻めていく。ではさらに進んでいきましょうか。まずはここを取っていく。Careful planning ensured victory. This location suits our plans. あとは2つの部隊で行くか、それともなんだよね、全部で行く必要はないような気はするけど、いざという時のことを考えるとね、馬長が出てくることを考えると2部隊編成で行かないと。多分最後の拠点を守ってるということはないと思いたいので、じゃあもう残りの2部隊で東側で、このどこかの3つに多分だけど馬長がいるはず。ではここは
川を越えておきましょう。もう一つの部隊ももう動かします。これは確かもうなんか負け認めたみたいな感じのものだと思うんだけど、ちょっとやってみましょうか。多分今勢力なくなって我々の方に全部の拠点が入ったと思います。さて今度はこっち側がひよってきたね。両方とも三国の戦いが最後あっけなく終わりそうな気配がある。さてここで一つ、もはや皇帝ではないみたいな感じで書いてありますけど、うん、キングダムウーガうんぬんかんぬん、さてこれでどうなったか見てみましょう。これでこの北西側が一気に肩がついてしまった。特段我々が何かやったわけではないんだけれども、こんな感じでさらに南下して最後の拠点取ってしまいましょう。さてこのタイミングでまた炎章がちょっかい出してくるとなってます。あとわずかでタイミングだったんですけれども、まあもうしょうがないか。この辺りは炎章相手にする必要もないし、でだがある程度は削っておかないとね。もしくはもう全面降伏みたいな感じで様々な領土を与えて対応するか。孔侑はほぼほぼ終わりだと思う。で公孫さんは結婚、レディーウー五国隊と結婚したいとなってるけど、やめときましょう。まだ劉備とかとは戦いになってないんで、あくまで炎章だけ。そしてまた条件達成しました。でこれによって全部今達成し終えたことになります。多分だけれども、多分だけれどもこれでもう寿命の概念がなくなるはず。まあ寿命の概念がなくなるのかどうか分かんないけど、このレックレスラックによる寿命はなくなったはずです。うん、だからといってこのレックレスラックのマイナス10が消えてるわけではないので、まあ、そこら辺はまた同じように遊んでいかなければいけない。炎章がちょっかい出してきたんだけれども、もうこれ外交で終わらせていいかなとね。多分領土いくつか与えれば応じてくれるでしょう。68ポイントトレードでテリトリー、まあこれどこら辺がいいのかはまた、パッと見ねどこを指してるのかが分からなかったりするから、うん、この方向とかちょっと場所選んでおきたいと思います。ではこれで決着つけましょう。また攻められる心配がなくなったはず。まあこのような感じにまた色が消えたので、では生徒最後まで進めていきます。さてここで別の勢力にレディ・ビャーン、弁士が曹操の嫁がいたので遠慮なく招待。あ、これ雇えるになってますね、まさかの。さて孫策が曹操の嫁までももらって同弱台を築こうかといったところ。では最後の拠点孫策で攻め落としましょうか。これで無事孫策寿命を長引かせることができ、三国統一となりました。これで全ての条件達成。さてまあだがここから先さらに領土95手に入れろとなってるんだけれども、
Those who do not bend to authority break upon it. It would be prudence to occupy the flame. Destiny is wrought in steel and measured in blood. China cannot endure the chaos of man's aspiration forever. When blades can finally rest, when silence finally falls, heaven demands that only one can prevail. The Empire, long divided, must unite beneath an emperor with celestial authority to rule. A dynasty to endure forever. さて、孫作でのプレイキャンペーン最後までやり抜きました。とりあえず結果だけ見ていきましょうか。レコード。一番最初の年数から。これは194年。ここから見ていきましょう。どのように推移するのか。これは自動ではないのか。こうか。まあこのような感じで徐々に動いていっているんだけど、なんかこの画面動いてないよね。なんか左側のものだけが出て、これでこれ動くものとばかり思ったけど、キャンペーンのレコード画面のところ、これ最終形態だと思います。この今見ているマップはかなり中原の方、炎章、劉備、その辺りに取られていったといった内容です。なんか残念だね。もうちょっとこれスケジュールに沿って動いてくれるものとばっかり思ってたけど、まあそんなことはなかったそうです。以前動いたような気がするけどな、どうなんだろう。で、さまざまな内容結果となってます。バトルで勝った数、孫策で長く仕えてくれた人がレディー・ウー五国隊で、また一騎打ちで勝ったその回数6回孫策となってます。他にはさまざまなデータが左側の方にありますので、今回はちょっとグダグダだったかなという気がします。あまりやはりルールがね、分かってないような英語が全部読み解けてないので、そうした中でのプレイになっているので、特に序盤孫策特有のルール、それの把握が手間取った、また完璧にできたわけでもないといったあたりが影響しているのかなと。年齢も48歳まで生きてますので、確か亡くなったのが200年とかそれぐらいかな、ちょっと細かい年数わからないけれども、それが最終的には223年ここでクリアとなってます。では一旦マップ戻りましょうか。まあ、こんな感じで報酬も得られて、全土の結果はこのようになってます。やはりちゃんと外交やらないと、最終的にはもう全てが敵になって、それを一個一個しらみつぶしに潰していくのは辛いゲームなのかなと。個人的にはいろんな勢力から襲われるのが好きなんですけれども、なかなかねそれを許してくれないのがこのトータルウォーシリーズなのかもしれません。いずれにしても今回クリアできましたので、また追加のダウンロードコンテンツが出るか、もしくはアップデート大幅なものがまた来たらやっていきたいと思います。この194年、呂布も魅力的なシナリオですので、中原の方で劉備、曹操、その辺りとの戦い、そこら辺もできたらやってきます。今後もさまざまなトータルウォーのゲーム実況やってきますので、もし興味がございましたらチャンネル登録と、また今回の孫策のプレイ良かったと思った方は高評価よろしくお願いします。長らくご視聴ありがとうございました。ではでは。